あのエスパイトウさんが亡くなられたということで僕はたった一回だけ共演させていただいたことがあり,ありまして「めちゃイい系」という番組に僕が呼ばれましてでそのスタジオはあのとても思い出深い、えー、スタジオだったんですけれども、えー、ヤベッチって言うんだっけ矢ベッチさんという人と岡村さんという人のコンビがあって僕はあのテレビはあまり普段見ない。 でえー、そのなんとなく矢部さんと岡村さんっていう方がいらっしゃるのは知ってたんですけどあのどういうルックスの方か分かんなくてで矢部さんはあのー、スタジオで見てはかっこいい人だなと思いましたねその時は岡村さんはなんか休まれてたのかな収録を。でその、ま、1時間半ぐらいのバラエティの収録だったと思うんですけど、えー、そこにエスパー伊藤さんがいたんですね。で僕は えっと、エスパー伊藤さんっていう方がいらっしゃることも知らなくて、まあ、矢部さんでさえ知らないんだから、エスパー伊藤さんも知らなかったのは本当に仕方がないっていうかごめんなさい。で、その時のその、でも、エスパー伊藤さんはなんか上半身裸で、なんか、なんかすごい超能、エスパーっていうんがか超能力っていうかね、トリックを使う人だってことだと思うんですけど、あの、面白い存在感がある人だなと思いましたね。なんかちょっと、どっか悲しげで、あの、なだけど、 存在感があってなんかすごくいろんなことを考え抜いてそういう元気をしてらっしゃるんだろうなって思ってあのも、ー、う、まあ、何しろし初見なんで,で打ち合わせも全くなくしいきなりスタジオに投げ込まれたんでその時なんかしかもそのめちゃいけという番組の演出人はちょっと天才的な方々なんだなと思いましたねなんかねあの今でも思ってるのはその大学生がなんかいてエスパー伊藤さんがなんかやるとウオーとかなんかを みんんなで言うんですけどその「ウォーが完璧なユニゾンっていうかあのものすごいなんかあれはどうやってあの大学生らしい、えー、男の子たちを見つけてきたのか、えー、なんかで、ね、すごい、えー、画期的な、えー、現場でしたね。でその時に確かメンタリストの大吾さんも初めて僕会あって大吾さんはまだ大学生だったと思うんですよ。 で大吾さんとスタジオの端の方であの今こういう研究してて今メンタリストとしてこういうことやってるみたいなことをだから僕の中でそのエスパー伊藤さんの思い出というのはそのめちゃイケのスタジオで完璧なバラエティの演出をされていてその中でその本当に上半身の中でうん存在感があって輝いていて。 ちょっと格闘な、うん、なんだろうな全然その体鍛えてるとかそういうんじゃなくてなんかだけど何か考え抜いた人だ考え抜いてこの表現を決め打ちしてきてる人だっていうそれに対してものすごくやっぱり磁力があるっていうかねああいうバラエティのスタジオっていうのは磁力がある人じゃないと観客とかカメラの意識もそこにいかないんでなんかスタジオの全てを引きつけるような磁力のある。 方だったなってあの思い出しました。そのエスパイトさんが亡くなったということであのその時の思い出本当に自分の人生の中でも強烈なインパクトがある思い出になっています。本当にあの心からご冥福をお祈りいたします。